です。ありがとうございます。初めましてな感じですけども、魂込めて一緒に頑張ってほしいと思ってます。じゃあ、自己紹介的な歌からいただきます。はい、はい、はい、時に私は思わず平気で嘘をついたりします。自分を大きく見せようとして平気で嘘をついたりします。時に私は思わず見てみないふりをします。厄介ごとに関わるのを避けようとして見てみないふりをします。時に私は思わず人の甘探しばかりします。自分のダメさを隠そうとして人の荒探しばかりします。はい、時に私は思わず適当に話を合わせたりします。腹の中を見せずにいい人のふりをしたりします。そして私は思わず人を妬んだり嫉妬したりします。友達の成功や努力を認めずに妬んだり嫉妬したりします。時に私は思わず笑ってごまかしたりします。作り笑いを浮かべてその場に馴染んでしまったりします。時に私は思わず言葉で人をやり込めようとします。自分の心を守るために人の痛みを無視したりします。時に私は思わず快楽ばかり求めたりします。その場が良ければいいと、そんなの愛でも恋でも何でもありません。時に私は思わず優しい人を演じたりします。本当は自分が一番、自分が一番可愛いくせに、そして私はいつも君に八つ当たりばかりします。自分で解決しなければならないのに君に甘えてばかりいます。それでも私はここで生きてゆくので、時に私は思わず悲しいのに笑っていたりします。弱いやつと思われぬよう悲しいのに笑っていたりします。そして私はいつもうまくいってる顔をします。あなたに哀れに思われぬよううまくいってる顔をします。ああ私のバカの癒やし魂をどれだけ年を重ねたら消えてなくなるだろう。ああ私の中のよどんだ魂をどれだけ歩いたなら薄れてくれるだろう。それでも私はここで生きてゆくのです。それでも私はここで生きてゆくの。生きてるわけじゃない、こんな私でも一人で生きてるわけじゃない。
それでも私はここで生きてゆくの。
改めまして、昭和43年生まれ、北海道から29年前に出てきました佐藤元基です。よろしくお願いします。そうよく嫌われた世代、新人類だしバブルだし世間から嫌われたゆとり世代みたいな世代です。何世代ですか？言ったらちょっと覚えてない。あそこ防衛世代です。防衛世代、それが分かんない、ね、地元の人が分かんないんだから俺も全然分かんないし。俺も分かんない。防衛世代この人だけで。いやー、今日は本当に相模原、小田急相模原、後で喋ります。北海道から出てきまして今、江東区に住んでます。江東区在住、下町、海の横に、ウォーターフロントに、おしゃれ、辰巳っていう団地しかないと思う。こっそり。そう、辰巳かって言われちゃうような。窓から向こう側はものすごいんですよ。高層ビルがね。で、俺は関係ないっていうね。じゃあそんな歌を。僕の部屋の窓から見える夕焼けはいつもいつもとてもとてもそれは綺麗で、写真に撮って君に見せるんだ。部屋の中ではテレビで夕方のニュースが、ゴリ押しの政府と反対のデモを映してる。僕にはどっちも美しい景色には見えない。また大企業が嘘をついたり、また政治家が不正を働いたり、無差別に殺し、そんなニュースか、またそんなニュースか、テレビから流れてくるのはまたそんなニュースか。この部屋の窓から見る夕焼けの下に広がる世界は、誰もが皆幸せで美しく素晴らしい世界だと見えるのに、この部屋の窓から見る夕焼けの下に広がる世界は、誰もが皆幸せで美しく素晴らしい世界だと見えるのに、赤く赤く染まってゆくこの風景が、明日のニュースに映し出されるように、日が沈み窓から見える月と星、家々に明かりが灯り穏やかな夜だ。僕は君とベランダでそれを見てる。海の向こうではまたテロだ、紛争だ、隣の国とは仲良くやって行けるのかな。僕はいつも関係ないふりをしてしまう。またスターが覚醒剤で捕まった、また政府がわけわからん政策を打ち出した。自然の思いが全てを奪う。
ュースか、またそんなニュースか、テレビから流れてくるのはまたそんなニュースか、この家の窓から見える星空の向こうに広がる世界は、争い事がなく人々が仲良く暮らしている世界だと見えるのに、この部屋の窓から見える星空の向こうに広がる世界は、争い事がなく人々が仲良く暮らしている世界だと見えるのに、照らすこの静かな風景が明日のニュースに映し出されるように、この部屋の窓から見える夕焼けの下に広がる世界は、誰もが皆幸せで美しく素晴らしい世界だと見えるのに、この部屋の窓から見える夕焼けの向こうに広がる世界は、誰もが皆幸せで美しく素晴らしい世界だと見えるのに、赤く赤く染まってゆくこの風景が明日のニュースに映し出されるように、家路を歩く夕飯の匂い、グランドの子供たちゆっくり歩く老夫婦、犬の散歩道、立ち飲みのおじさんたち、中高生、野良猫に餌をやるおばさん、こう連れた母親、手をつなぐ恋人たち、キャッチボール父と僕、居酒屋に向かうサラリーマン、はい、赤く赤く染まってゆくこの風景が明日のニュースに映し出されるように願う、夕焼けとテレビのニュースということです。ありがとうございます。僕が北海道から出てきたのは、29年前なんですけども、最初に1ヶ月だけこの小田急相模原に先輩の、線路どっちですかね、線路こう行って、なんかちょっと越えた向こうの、 あの踏切を越えたねとこにあった、あの線路沿いの電車が通ると揺れるようなアパートに、先輩ともう一人の先輩と3人って6畳一間に、6畳一間に3人で、まあ、10代だからできるもんだよね1ヶ月ね、1ヶ月間だけ、ほら、超なんか先だけ懐かしくてさっきうろうろしたんですけど、ずいぶん変わってて、もうちょっといってね、あのね、洋華堂は覚えてたから、あとはね、もっといかがわしいね、エロい雰囲気漂う道だったのに、何年前ですか、29年前です、すっかりおしゃれな感じにね、歩きやすい、ほんとになんかね、呼び込みがこうあるね、俺18歳だったから怖かったもんね、なんかその歩くの、だからいつも線路沿い通って行くみたいな、踏切とかだって狭かったからね、どうか、あ、そうなんですね、駅のね、なんか大きさも、それは俺の想像がなんか膨らんでる、なんかもっと大きい駅だったように思ったら、ね、あれこんなちっちゃかったかなみたいな、ね、そうですか、前はあのもっと汚い駅でしたよすごく大きくて、だから野球の有名な学校ありますよね、あ、東海大さん、あ、その看板がバーンってあって、あ、ここがその東海大相模、今年優勝したんです、え、どこでですか、東海大相模地区大会、甲子園、甲子園、あ、そうですか、ね、あ、去年か、いや、もう駒台苫小牧しかいや、本当なんかちょっと懐かしい気持ちでいっぱいでおります、ありがとうございます。じゃあちょっとふるさとの風景を歌った歌をちょっと歌いたいと思います。
緩やかに続く坂の上に僕が育った家がある。にぎやかに響く子供らの声、夕飯の匂い灯る明かり、お兄ちゃんが妹にいたずらをする。負けてないよと妹がやり返す。早く食べなさいとお母さんがせかす。お父さんはムッとしたまま、家族が揃って過ごす夕げ、和歌屋の一番幸せの頃、夕食の話題尽きぬ笑顔、そこにささやかな日々がある。思春期お兄ちゃんは無口になり、妹は恋を覚え、色づいて心配、お母さんの小言は増えて、お父さんはでもムッとしたまま、にぎやかな時間は胸の中、そこにある優しさも切なさも、今はただ愛しく思う。家族で過ごした日々健やかに育て、母の願い、まっすぐに生きろ父の思い、気づかずに僕ら暮らしてきた、気づかずに僕ら大人になる。夢を追いかけお兄ちゃんは家を出る。やがて妹は母になるだろう。涙こらえて手を振るお母さん、お父さんは、静かに言いました。思ったようにやりなさい。人に迷惑はかけるな。途中でくじけるな。頑張れ、頑張りなさい。
ださい。頑張れ。うーん。だけどもしも疲れた時はどうしようもない時はいつでも帰ってきなさい。ここへ帰ってきなさい。ここへ帰ってきなさい。四十面ぶら下げた息子の俺に年金暮らしの親父が頭を下げてきた。家を借りたいから保証人になってくれと親父が俺に頭を下げてきた。売れない歌をまだ歌ってるこんな俺に社会的信用なんてあるはずもなく、俺は親父の夢を叶えられなかった。それも人生だと親父は笑っていた。超えた親父はその昔田舎町の役所の職員だった。あちこちで揉めてばかりいたが社会的には信用があった。俺が家を出てアパートを借りた時も生まれて初めて車をローンで買った時も親父が保証人になってくれて俺の夢をいくつも叶えて。中学の頃寄って帰ってきた親父が死んだ爺さんの写真の前で泣いていた。悔しい悔しいと泣いていた親父は何かを諦めずに戦っていたんだろう。そう親父はいつも戦っていた。理不尽をいつも怒っていた。役所でも上司に噛みついてばかり案の定なかなか出世はしなかった。ずっと見てきたんだ。親父みたいになりたくねえって思ってたんだ。でも45を超えた俺は今戦っているよ。やっぱり理不尽に悩みながら夢を見続けることは愚かなことですか。俺の夢は誰かを不幸にしてますか。
頃親父に何度も言われた言葉がある。諦めるな、それをまだ守ってるだけ。なあ親父、聞こえるか、この愚か者の歌が。どんどん集めて声は枯れて、かなり立ててばかりで、恥じらいもなくさらけ出した。下手くそな思いをもがきながら叫び続けた愚か者の歌は、親父の生き方みたいだろう。しばらくしてまた親父から電話がかかってきた。また家を見つけたから保証人になってくれと。今度はちゃんと話をつけたから大丈夫だ。親父は夢を諦めちゃいなかった。なあ親父、届けと叫び続けた愚か者の歌は、あんたの生き方みたいだろう。どんどん集め声は枯れて、語り立ててばかりで、報われないと涙を流し、人を羨んだ夜も。なあ親父、夢を見続けることはもがきながら叫び続けた愚か者の歌は、親父の生き方みたいだろう。あんたの生き方みたいだろう。親父の生き方みたいだな。ちょっと本当なんか幸せです。なんかここで歌えっていうのはね、ありがたいです。本当に。じゃあ最後の曲いきたいと思いますけども、今日はなんだっけ、魂の歌いと集めました。じゃあそんな今夜にふさわしい歌を最後に歌いたいと思います。その2個だけ宣伝させてください。6月16日に、僕は50歳までとにかく挑戦してやろうと思って、6月16日に、東京 FM ホールという不相な会場でワンマンライブをやりたいと思います。一つよろしく。まあ、とにかく皆さんも何か魂を込めて何かに頑張ってください。そんな気持ちで歌いたいと思います。今日はありがとうございました。これ邪魔だ。
ような、そんなものかしら、あふれる世の中を耕しきる魂を俺にくれ。喜びのようで喜びではなく、悲しみのようで悲しみでもなく、夢が見てるようで見れるわけもない。そんなことばかり溢れる世の中を耕し生きる魂を俺にくれ。味わうのは裏切りごまかし調子のいい奴らの不条理な世界、溢れる屈辱、この情熱の行く先、胸の中で包むほとばしる魂、魂、魂。Soon, one of them.
大丈夫大丈夫ですかって。やりましょうか。もう一回します。もう一回。もう一回。ギターないですか。え？ギターないですか。ギターないですか。おきさん。おお。俺。きさよっしゃ。共演。よし。パーカッション。おお。キーなんですか。じゃあ打ち合わせしましょう。アンコールありがとうございます。人生は。旅だって歌を最後に歌って皆様の旅に幸あれって感じでいきたいと思います。Oh.